どうも、くにさんです。今回のね、動画なんですけども、今私はですね、横芝光町というところに来ております。後ろはですね、もう海なんですけども、今回のね、動画の内容はですね、皆さんがもうすでにですね、サムネイル見た通り、千葉県民はですね、カタツムリをね、酒のつまみとして食べてるっていうことでですね、過去にですね、私がそれを見た時にですね、千葉県民は本当にカタツムリ食べてんですか、とてもびっくりしたね、ものです。今回はね、その貝なんですけども、その貝をね、皆さんにご紹介していこうと思います。この貝はですね、絶品な味です。お酒好きな方でしたら好まれる味だと思います。今回はですね、こちらの地元にですね、私の友人がおりますので、その友人と一緒にですね、その店に伺いまして、ご紹介していこうと思います。それではですね、今回私のね、友人をご紹介したいと思います。はい、どうぞ。おはようございます。千葉です。千葉県にお住まいの千葉くんです。よく言われますよく言われます。今回紹介する千葉県民が食べるっていうそのカタツムリ、はい、地元民として味ってどんな感じ？味っていうと多分塩茹でされてるんで、まあ酒にも合う、一回食べるとちょっと病みつきになりそうな感じ。あ、確かにね、やつですね、うん、自分そんなにお酒飲まないんですけど、でもね、これご飯好きな方もすごいね、好まれる味だと思います。じゃあそれではね、お店の方行ってみましょう。はい、お店の方に着きました。今回ご紹介するお店はですね、こちらのお店になります。魚民さんになります。こちらですね、過去にですね、嵐の相葉くんがね、ここ来まして定食を食べて行ったんですけども、このお店にですね、相葉定食というものもですね、できたみたいです。確かカツオとね、イワシかアジのフライかな、それのセットになった定食が相葉定食になったみたいです。それではね、お店の中入っていこうと思います。まずはカツオから。いただきます。うまっ、うん、ご飯もうまい、新鮮でうまみがっつりみたいな。フライいただきます。あれは子供だったから、うまい。カロリー気にしないマヨネーズバージョン、いただきます。間違いない、うまい。絶対今やってる、うん、食が進むわ。久々の挑戦。はい、綺麗に取れました。うまい、綺麗に取れた。いただきます。あ、やっぱこれだよ、この味。5年前あの時ハマったんだよ。この見てくれるこの味のギャップがもうたまらん。
はい、魚富さんの方でね、ながらみですね、久々に食べてきたんですけども、大変美味しかったです。やっぱ酒のおつまみだね。そうです、味としてはですね、苦くないタザエみたいな感覚の貝だと思います。インターネットでちょっと調べたんですけども、幻の貝とも書いてます。希少価値が高くてですね、このながらみの旬なんですけども、インターネット上で見ますと5月から7月ぐらいっていう形で書いてあったので、今現在ですね10月の下旬でもう11月に入っちゃうような時期で、時期外れなんですけども、今回は置いてありました。視聴者の皆様はね、食べたいなって思う方はですね、この魚富さん行く前にですね、事前確認という形でお電話してみてください。千葉県の海寄り近郊ですと、このながらみというものは海鮮料理取り扱っている飲食店であったらどこにでも置いてありますので、この魚富さん以外でも食べられます。千葉ちゃん的には魚富さんのイメージってどんな感じですか？地元民意見として。新鮮なものを美味しく安く食べられるお店ですね。なるほど。私は県外者という形の意見になるんですけども、まあ、確かにボリュームがあって安くて美味しいと、大変ねいいお店かと思いますので、海鮮系好きな方はですね、今回ご紹介しました魚富さん行ってみてください。それではですね、今回の動画は以上となります。今回の動画がね、参考になったと思いましたら、グッドボタン、高評価ね、それと下にありますチャンネル登録をですね、よろしくお願いいたします。それではね、次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。